一人や。この中だなら強力な巨人になれる。こうと言っても正確には背骨を噛み砕き脊髄液を体内に入れればよいのだ。おっと、離れねえとな。急げヒストリア。なんでよエレン、なんで巨人化しないの。私が巨人になれば食べられるんだよ、そのままだぞ。やるんだヒストリア。いらなかったんだよ。え、俺も俺の親父も、親父が5年前にここでこんなことをしなければ、お前の姉ちゃんが全て何とかしてくれるはずだったんだろう。親父が巨人の力をあるべきところから盗んだせいで、一体どれだけ人が死んだ。アルミンのじいちゃん、トーマス、ナック、ミーナ、ミリウス、マルコ、リヴァイ班のみんな、ストエスクの住人、俺を助けようとした兵士、ハンネスさん。とても俺は償いきれない。いらなかったんだよ、あの訓練の日々も、壁の外への夢も。俺はいらなかったんだ。だからせめてお前の手で終わらせてくれ。俺を食って人類を救ってくれ。あとは任せた。エレン、あの時は私のことを普通のやつだって言ってくれて嬉しかったよ。お前、いいことしようとしてるだろ。どうしたヒストリア、怖いか。中の液を体内に押し込むだけでいいんだぞ。お父さん、どうしてレイスケは100年もの間巨人を駆逐して人類を解放してあげなかったの。すべての巨人を支配する力を持っておきながら。歴史